お台場海浜公園よく見えると思いますが、今日は金曜日ですので屋形船とてもね綺麗だと思います。ここは屋形船銀座と呼ばれておりまして、この屋形船というのはですね、提灯が船宿さんによって全て違うんですね。そのためいろんな色の提灯がついておりまして、とてもね綺麗だと思います。赤ピンク白といったね、屋形船の提灯が光ります。お台場海浜公園ですね、屋形船銀座と言われております。たくさんね来ておりますね。やはり12月ということで、シーズン的にもね屋形船が多く出る時期でございますのでね、あと夏がすごく多いんですけどもね。はい、こちらで散策をいただきました。お台場ですね、見えております。またぜひね、今日は30分ぐらいのお時間でしたが、ゆっくりとお出かけになられてみてください。屋形船ですね、この場所取りもすごいですね。いいところを取るのが、船頭さんの腕の見せ所といったところなんですけれども、まだこの後もね次々とこちらに向かってくる屋形船もございまして、まだね増えるんじゃないかなと思いますが、はい、ここでお台場海浜公園とお別れをしてまいりまして、東京タワーもすっかりライトアップが始まりまして、見えております。そしてここでレインボーブリッジ吊り橋部分再び入ってまいります。左手奥にオレンジ色に光っております一帯が品川大井コンテナフト、その奥にねさらに参りますと羽田空港です。今飛行機の明かりがね、見えているんですけれども、降りてくる飛行機でしょうかね、あの辺りが羽田空港ですね。そして今レインボーブリッジ一番端の高いところ約50メートル、海からの高さ50メートルです。そしてここで下ってまいりまして、カーブしていきますと東京タワーね大きく見えておりますが、スカイツリー今日多分このお天気、でかなり遠くのビルまでね見えているので、スカイツリーも見えるかと思います。右手に見えてまいりますので、どうぞ、見つけてみてください。スカイツリー今日はですねシャンパンツリーと申しまして、緑色のもみの木、の周りをですねシャンパンゴールドの明かりが、取り巻いているというですね、シャンパンツリーというクリスマスのスペシャルライティングとなっております。今ここで両側ですね、はい、右前方がスカイツリー、左手前方が東京タワーと、東京の2大タワーが同時にご覧いただけるかと思います。ですね、東京タワーとスカイツリーご覧いただけましたでしょうか。スカイツリーはですね高さご存知かと思います。東京が武蔵の国と言われておりましたことからムーサーシーですね、634メートルとなっております。展望台の高さは350メートル、展望デッキ450メートル、展望回廊とございます。ただいまの時期はクリスマスの、ライティングが行われておりまして、今日はシャンパンツリー、そして明日はですねキャンドルツリーという、ろうそくの炎をイメージした真っ赤なスカイツリーとなります。そして今日は皆様東京タワーへとご案内をいたしますが、東京タワーのねライトアップも見えてまいります。ただいまは冬のライトアップとなっておりまして、黄色オレンジといった暖かい色合いがつけられます。これが夏の期間ですね、本当に短い7、8、9の3ヶ月間なんですが、この時期はですね夏のライトアップ白水色といった涼しい色合いがつけられております。今見えてきましたね、東京タワーのライトアップ、まもなくあちらの東京タワーへと皆様お登りいただきます。ここで東京都、東京港も後にしてまいりまして、ここをねくぐってまいります。コンクリートのレール走ってませんでしょうかね、ちょっとモノレールの姿は見えませんでしたが、東京モノレール、右手の浜松町から左手奥の羽田空港間約17キロを結ぶ交通機関です。そして東京タワー見えてきました、大きくね、近づいてまいりましたが、三尽くしの塔と言われております。高さが333メートルございまして、昭和33年テレビやラジオの総合電波塔として完成しております。はい、キラキラに光っているハート分かりますか。あのハートを見せるために10分間ね明かりを消すそうなんですけれども、はい、見えて
ております東京タワーですね。今はクリスマスの、ツリーなども出ております。東京タワー遠くから見ますと赤と白といったイメージの電波塔ではございますが、正式にはオレンジ色なんですね。インターナショナルオレンジとホワイトというペンキの色で塗られております。そんなことから、今年のツリーはですねオレンジツリーと申しまして、この東京タワーのオレンジ色にちなんだ、オレンジ色のですね、装飾の